トレンティーノバレーは、イタリアトレントを本拠地とする男子、バレーボールクラブチーム。総称は、エナジーティアイディアテックトレンティーノ。通称はトレント。スポンサー名込みの総称及び、通称2000年、イータス BTB メッツオロンバルドの配下から、トレンティーノバレー SPA が創設。当時、財政上の問題を抱えていたラベンナから権利を買い取り、トレントは、 セリエ A1 へ参入、A2 のメッツオロンバルドはセリエ C へ降格した。2001年、1年目のレギュラーシーズンを10位で終える。2004年にレギュラーシーズンを1位で終えたものの、プレイオフクオーターファイナルで、ペルージャに敗退。2006年はセミファイナルで、トレビーゾに屈した。再び、レギュラーシーズンを制した2008年、プレイオフを順当に勝ち上がり初のファイナル進出。 第3戦でピアチェンツァを破り、リーグ初優勝を飾った。2009年、欧州チャンピオンズリーグで、ギリシャのイラクリスを3-1で下し初優勝。リーグ戦も2年連続ファイナル進出を果たしたが、前年と同じ顔合わせとなったピアチェンツァに、第5戦で破れ、準優勝に終わった。同年世界クラブ選手権で、初優勝を飾った。2010年、コッパイタリア初優勝。 欧州チャンピオンズリーグで、ロシアのディナモモスクワを3-0で下しに連覇を飾った。リーグ戦では、レギュラーシーズンを1位で終えながら、プレーオフファイナルで、クーネオに敗退した。2012年、世界クラブ選手権4連覇を達成した。ありがとうございます。